今日午前11時ごろ、出雲市にある島根県立東部高等技術校。この時間、食堂では昼食の準備が行われているはずですが、厨房にスタッフの姿はありません。昨日の朝食まで、料理を作って、寮生の皆さんに食事の提供をしていただいておりました。こちらでは34人の寮生に1日3食提供されていましたが、昨日の朝食以降、契約業者のスタッフから突然提供をストップする知らせを受けたといいます。朝食をもってですね、これ以降の給食のサービスはできないと、今後どういうふうに対応したらいいのかなというふうに大変悩んだところでもあります。食事を提供していたのは広島市中区に本社を置くホーユー。全国の学校の寮や食堂などで食事を提供している業者ですが、今月から契約していた広島や大阪の学校などで食事の提供が停止、破産手続きに向けた準備を進めていることが明らかとなりました。このうちホーユーと契約していた島根県内の3校でも食事の提供がストップ。出雲市の島根県立東部高等技術校では現在、昼と夜は別の業者の弁当を注文し、朝は近くのコンビニで購入したおにぎりなどを提供しています。新たな契約業者が決まるまでは当面こうした対応を続けるということです。年度途中であること、それからどこも人手不足の状況等を考えますと、なかなか厳しいものがあるとは思いますけれど、できるだけ早く寮生の皆さんに今まで通りの温かいご飯を提供できればなというふうに考えております。島根県教育委員会によりますと、県立学校ではホーユーと契約している寄宿舎などはないということです。